はい、どうも、哲学徒です。今回はですね、ディアブロイモータル、ついに PC 版の方が、今までのね、ベータバージョンから、正式バージョンの方にね、変更されて、アップデートが行われたということで、こちらのね、無料アップデート記念ギフトというのがもらえますので、もらっていこうなと思います。ディアブロイモータルの新アップデートを記念して、無料のギフトをプレゼントしますと。今回のアップデートには 4K アセット、画質に関わる部分ですね。あと、チャット機能の改善、キーボード操作の強化などが含まれていますと。改善点の全リストについては 2.0.4 リリースパッチノートをご覧くださいということで、これのね、パッチノートについてはすでに動画をね、上げてますので、そちらを見ていただけたらなと思ってます。有効期間91日間で、こちらのね、サファイアとか、ガーネット、そして、緑中石の方をね、もらえるようになってますので、ぜひね、受け取ってみてほしいなと思います。あとですね、PC 版の正式リリースを記念して、ショップの方の、バンドルの方でね、追加があったみたいなんで、そちらも見ていきたいなと思います。で、こちらの方の、目玉商品かな。これですね、代替精神バンドルというの来てて、こちらですね、800円で、購入ができて、で、中身が永遠のオブが300、レジェンダリー紋石が2つ、そしてレア紋石が、3つと、あと、志願者の鍵が10個ついてくるというセットになってて、今ね、オーブの方で買うと、160オーブで、1つね、レジェンダリー紋石もらえるんで、4つ分かな、レジェンダリー紋石がもらえて、さらに、レア紋石をもらえるっていう感じなので、普通にね、レジェンダリー紋石に、オーブで課金するよりも、安い値段で買えますので、ここにね、書いてあるように 2.5 倍のね、価値があるバンドになりますので、ぜひね、購入の方も検討してみてほしいなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。このチャンネルではディアブロイモータルはじめ、ディアブロ各作品の、攻略動画など投稿してますので、もしよろしければこの機会にね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。あと、ディアブロのね、ディスコードサーバーの方も始めましたので、もしよろしければ概要欄のリンクから、参加していただければなと思っています。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。哲学徒でした。